したんですね、隊長。ちょうど渡りちゃんね、今日はお見舞いが多いわね。私が想像していたより人が多いのね、今の中央町は。本当によかった、心配していたんだけど。もし隊長が一人で私の死に直面して中央町の未来を背負わなきゃいけなくなったら辛すぎるんじゃないかって。死んだ後の未来。ずっとご苦労だった。あとは私に任せてくれ。いや、私たちに。こいつらももう成長して随分と頼もしくなった。この前の件ではヒーローを甘く見ていたが、ヒーローもこちらを見くびっている。中央庁はまだ健在だ、負けてはいない。ヒーローが不意打ちを仕込んでも私たちを倒せなかったんですもの。これから先も彼には無理よ。あなたたちを信じているわ。だから私だけ先に行っても許してもらえるわよね。アントネーヴァ、これは孤独な死ではない。私たちは誰も一人じゃない。アントネーヴァも。あら、カジちゃん、大人びたことを言うのね。本当に心強いわ。あなたたちみんな成長したようね。知らないうちにいろいろなことを経験したのね。どうか私の代わりに人として生きてね。今まで頑張ってくれてありがとう。でもここはあなたたちの終点じゃないわ。ここで立ち止まらないで。人類を甘く見ないで。限りない可能性の中、こんな風にみんなに囲まれて最後を迎えることができたなんてね。
私にもっと力があれば、この危機を私の刃で切り捨てることができれば。私は絶対に未来を諦めない。その目を見る限り、私にはもう何も言うことはない。これからの戦い、私は全力で隊長をサポートする。これまで通り戦術情報を提供しつつ、人気使いとして戦場に赴くことも増えていくだろう。隊長、一人で死と未来に向き合うのは辛いんですか？一人で向き合わせたりしません。その約束、あたりも一緒に果たします。状況に変化はない。
誰か僕と一緒に行きませんか。行ってきます。本を読む時間がなくなります。わかり。に終わればいいですよね。そろそろあなたの命を降りたまえ、矢の雨。ありがとうございます。分離したまえ、オベリスクよ。一方両断。ええ、勝ちましたね。あれ。
全力に対応する。ラジャー準備。手伝いましょうか。降りたまえ、矢の雨。ありがとうございます。降りたまえ、矢の雨。そろそろあなたの命は尽きるでしょう。霊剣の剣斬。ありがとうございます。降りたまえ、矢の雨。作戦成功。
私の出番だ。わかり。人を傷つけたくはない。円満に終わればいいですよね。
素早くきれいに。準備は。
はい、そうです。持っていくことができないものなんです。ここも水没しそう。でも、まだ完全に崩壊してなくてよかったです。ここです。あたりが持っていくことができないものがここに残されています。これは渡りがパパに作ったお墓です。埋められるものは何もありませんでした。服の切れ端も残ってなくて、お墓とは呼べないかもしれません。でもお墓もないなんてかわいそうで。しに来ました。それから過去と渡りはこの研究所で過ごした日々とお別れします。今の渡りは隊長と一緒にいろいろな場所へ行きました。この数日で知り合った人の数は昔研究所で見た実験体よりずっと多いんです。知らないうちに研究所での日常を忘れ始めていました。新しい生活を始めるのはこんなに簡単なことだったんですね。ただ出て行けばよかった。二人が行ったことのある場所はこの世界のほんの小さな片隅かもしれません。でも渡りにとっては公開都市はとても大きな世界なんです。もっといろいろなところへ行ってもっと大勢の人と出会いたい。でも一番重要なのは隊長と一緒にいることです。いつかモンスターになってもいいんです。どんな姿になっても渡りは渡りだって隊長が言ってくれました。渡りだと分かってくれれば渡りは怖くありません。約束ですよ。これからもずっと渡りの今の姿を覚えててくださいね。
ぜ俺なんだ。本当に黄金のリンゴを一緒に連れてったらダメなの？この子、おとなしいから他人を脅かしたりしないよ。まで私から離れるの？分かった、大丈夫。隊長は言って、上杉謙信様と宮本武蔵様がそばにいるから心配しないで。聞いたか？さっきこの辺りでまたモンスターが目撃されたらしいぜ。ああ聞いた。でも今日は中央庁の人間も来てるし大丈夫だろ。けどそのモンスター結構強いらしいぜ。影の中に姿を隠していきなり飛び出して敵を切り裂くんだってよ。それにそいつはずる賢くて残忍で、人間をいたぶって殺すのが好きだそうだ。皮をゆっくり剥いで、急所を避けて肉を少しずつ切り落として、最後に腸とか他の内臓を取り出して。ここは危なそうだな。今日は帰ろうぜ。ああ、ゾッとするな。とりあえず帰ろう。モンスターがこの辺りに。隊長に知らせて黄金のリンゴと一緒に倒さなきゃ。あ、どっちもいないんだった。どうしよう、私一人でやるしかないのかな。上杉謙信様、宮本武蔵様、私どうすれば。あれ、二人とも消えちゃったの？来ないで。
さっき私たちが探してたモンスターが急に襲ってきたけど、やっつけちゃったよ。隅にいるよ。切り刻んじゃったけど。あ、もしかしてこれも私の妄想？どうしよう、隊長。やはり私、このままじゃダメ。妄想の世界から抜け出さないと。もう治ったってお医者様は言ってた。なるほど、現実の中央庁ってこうなんだ。隊長のオフィス、シルクハットをかぶったおかしなウサギさんも空飛ぶほうきとか
核のボタンももうないね。でもこれからは大丈夫だよね。もう妄想に逃げないし、現実と妄想の世界を混在させたりしない。そして私の妄想も現実のお仕事は邪魔しない。これで大丈夫、嬉しい。だって亡くなったもの。黄金のリンゴがいなくなった。あの子も私の幻想が生んだもの。ずっとそばにいてくれてたけど、もういない。でもこれでいいのかも。もう妄想に頼らないって決めたから、勇気を出して現実の世界で生きなきゃ。大丈夫、きっと。これかしら。Thank you.
またお越しになった。眠れないなら一緒に数学の問題を解こう。隊長の論理的思考力も鍛えられるぞ。あれ、もう寝たのか。効果抜群だな。おやすみ。